はい、こんにちは。絶賛今、ロサンゼルスに来ております。ロサンゼルスの滞在しているホテルです。見えるかな？こんな感じですね。こんな感じで。今、ホテルの朝食食べてきて、ダラダラしてるんですが、インターネットどうしてるんだっていう、そこの部分を説明したいと思います。今回ね、グローバル Wi-Fi というのを使ってます。これがあると、すごく便利。これ何かっていうと、いわゆるポケットモバイル Wi-Fi、モバイルルーター、こういうポケット Wi-Fi を、今回ね、私はロサンゼルスに来てるんで、アメリカ。これがヨーロッパとかドイツとかね、いろんなところで借りれるんですよ。成田空港、羽田空港で借りることができます。一泊ね、そんなにしない、何百円とかで借りれるんです。だから、これを借りると速度も安定するし、あとね、どこでも繋がるから、おすすめ。でね、これの利点って1個あって、例えばね、iPhone だったら iPhone の、現地のね、ネットワークつなげば別に見られるじゃんっていうのはあるかもしれないんですけど、そうすると、この端末1個で終わっちゃうんですよ。だから、これを1台、日本からね、借りて、現地用の Wi-Fi ですね、これを借りてくると、iPhone ももちろんだし、このようにね、私ね、パソコン持ってきてるんで、パソコンもつなぐことができる。当然ね、こういった 3DS なんかのゲーム機も繋ぐことができるんです。なので私みたいにもうネット中毒。ネット中毒者はやっぱ海外来てネット使えないと死んじゃうんですよ。死んじゃう、それだけで。だからね、もうこれ必須必須。グローバル Wi-Fi っていうのがあるんです。現地で使えるポケット Wi-Fi を貸してくれるの日、1日いくらでね。で、私これは飛行機乗る前に、今回羽田空港から来たんだけど、羽田空港で受け取って、で、帰ったら羽田空港で返すだけ。すごい簡単なの。しかもだよ。こんな感じのサイズのね、ポーチをくれるんだけど、ここにまず Wi-Fi 入ってんじゃん。で、すんげー入ってんの。マイクロ USB のケーブルじゃん。で、タコ足ね、たまに忘れるんだよね。旅行行った時。そういうの積んじゃう。バッグから出してないんだけど、なくなる時がある。だから、ね、積んじゃうだから、まあこれ入れてくれると助かるよね。モバイルバッテリーもあるという。モバイルルーターにモバイルバッテリーみたいな、もう至れり尽くせり感があって。で、これです。私ね、全く同じような型式のもの持ってますが、これね、海外用の、ヨーロッパなんかこれですよね。で、ここはどこなんだろう。アメリカはね、そのまま日本のやつが刺さるんだけど、形が違うんで、変形ですね。変形合体超絶ロボットの、こういうやつ。ここに、普通のタコ足を、こういう風に刺して、あとはね、ここが、これヨーロッパなんだけど、ここがシャーンってはめられるようにね、なったりするっていう、まあ、ブリッジ接続みたいな、下駄だよね、下駄。パソコン、自作パソコンっていうところの下駄。これがついてます。だからもうね、これを借りるだけで全てがある。あとはこの USB の充電器もあるし、当然ケーブルもついてます。でね、これこんだけあるし、まあ私はこれ当然持ってきてるから、いらないっちゃいらないんだけど、でもなんか欠けてたり、あ、やっぱタコ足もう一個欲しいって時、便利っちゃ便利だよね。でね、難しいこと一切ないの。これをポケット入れて飛行機乗ります。で、現地着きます。飛行機降ります。スイッチ入れます。こいつに繋ぎます。もうその時点でこれ繋がってますから。優秀なのもすぐ、ツイッターとか LINE とか見れるし。でね、今回の旅で言うとロサンゼルスなんだけど、今ね、ホテルのフリー Wi-Fi もあるのね。で、ホテルのフリー Wi-Fi とこれとどっちも繋げるんだけど、ホテルのフリー Wi-Fi はもうほんと遅くて、使わない。昨日ね、ロサンゼルスの動画1個上げたと思うんだけど、あれ最初ホテルの回線でアップロードしようとしたら、500時間。じゃ、500分って出ました。で、慌ててこっちに切り替えたら90分って出ました。もちろん、これもね、場所によって速度とか変わっちゃったり、まあ日本で使うポケット Wi-Fi とね、ほとんど同じだと思ってくれて構わないんで、まあね、データ量あるとかかるんですけど、まあ、そうね。ホテルなんかってみんな共有だし、遅いんですよ。だから私は今これ使ってます。海外行くときは、ほんとおすすめ。毎回私これ借りてます。これがあると、ほんと道歩っててもさ、フリースポット探さなくていいし、ほんと便利だよ。もうめちゃめちゃいい。そんなわけでね、この現地からお届けですよ。グローバル Wi-Fi。こちら超おすすめ。海外行く方、ぜひ利用してみてくださいという動画でした。では今日もロサンゼルス頑張っていきたいと思います。バイバーイ！